うしても超えられない。だからドリミファソラシドレミって言うと変な声になってしまう。本当にその壁が1日で、一晩で1時間もかからずに、何にも引っかかることなく上まで上がることができたんです。皆さんにぜひ知っておいてほしいのは、繰り返しになるようですけれども、フェラーリを持っている人でも運転免許がなければすぐにフェラーリを壊してしまいますよね。飛行機をせっかくプレゼントされても、飛行機をどうやって操縦したらいいかわからなければ、その飛行機の宝の持ち腐れと同じように、歌う時には自分たちが何をしなければいけないのか、免許が必要なように、それはプロであってもアマチュアの方であっても愛好家の方であっても、それは絶対に知っておいてほしい欲しいことだし、知らなければならないことだと思いますので、今日はそれを得て帰っていただけたらと思います。